新清本演奏会、ライオン、本当にたくさんの、方々にご来場いただきまして誠にありがとうございました。僕の個人のカメラで撮った、会の稽古の模様、そして本番当日の模様の映像がありますので、そちらの方をどうぞご覧ください。今日これから、そのライオンの、初めての合わせ稽古に行ってきますけども、若手演奏会ということでね、みんな頑張っていかなきゃいけないと思うんだけど、若手の、ね、演奏会ってあって、僕も今年で55になるから若手っていう年代でもないんだけど、ただこれが、清本の現実というか、それと、僕自身の不甲斐なさだよね。つまり55歳になる僕がまだ若手と言われるほどリアルな若者が入っていないと。だってこのライオンのメンバーだって20代は梅派の三味線弾きの泰次郎君一人だけだからね。あとはみんな30代以上ですから、それだけリアルな若い人がいないということと、僕自身がまだまだ若手という、この年になっても若手というカテゴリーにくくられてしまうという、自分自身の不甲斐なさでもある。まあそうは言ってもとにかくこうなったからにはやっていくしかないし、やらなきゃいけないと思うし、この回も英寿大夫さんを中心にこのメンバーでこれからの清本を盛り上げて、支えていかなきゃいけないと思うので、とにかくせっかく始めるからには頑張ってしっかりと盛り上げていこうと思います。今日は合わせ、全員の合わせだけど、それから、僕自身は、お中度の方のね合わせ稽古もこれからあるので、そっちの方も、ここで紹介していけたらなと思ってます。まずは全体の合わせ稽古、最初の1回目の合わせ稽古見ていきます。インタビュー受けてる俺を撮るっていう。じゃあそれ俺が撮ったよ。ああいいよ。あだからこういう風に俺が、大丈夫ですこれで大丈夫です、いただきました、ありがとうございます。さっき自分の YouTube で同じこと喋っちゃった。大丈夫、住み分けだからありがとうございます。ありがとうございます。今こんな感じでね、合わせが誰か来た、合わせ稽古の前にいろいろ打ち合わせと、あと何それぞれ一人一人のインタビューを撮ってます。なんかね、いよいよ始まるなって感じですけど、この間ライオンの全体の合わせ稽古をしたけども、今日はこれからお中度の、合わせ稽古をします、お中度の方は僕が盾で、一緒に盾を組むのは茂見太夫君、梅派の茂見太夫君なんですけど、梅派の人と組むことも本当に僕自身保存会の研修発表会の時ぐらいかな。でまして茂見君となると、名札の順番も彼が一番下で、つまり彼の後輩が今のところ現状いないので、
彼が盾になるってことは、まあ他の舞台で普通の舞台ではまずないことなんだね、うん、でもそれはやっぱりこのライオンっていうの一つのコンセプトで、そのみんな盾とか脇とかいろいろ経験できるっていう、その同人という形を取ろうということで始めてるんで、僕は今回は、梅原茂美君と、盾を組ませてもらってお中道をやります、うん、これから初めて合わせ稽古するんで、ちょっとドキドキと楽しみとありますけど、行ってきます。で、7年だけになったら、それだけ作りました。じゃあ、長年で測れるから、次に行きたい。お願いします。はい、そうなんですね。掛け声しない。はい。はい、ちょっと、なんか合わなかった気がしたんで、もう一回ですか。はい。一個、なんかあれ、そうなの、いや、ここはどういう風にやってるの、いいです、いいです、それ、そうって分かれば、はい、いいんで、大丈夫、はい、でさ、やっぱりさ、お客さんが聞いてて飽きないようにっていうのは考えなきゃいけないから、うん、微妙な間で僕はちゃんと後ろに聞いてきます。聞くのはやっぱりどうなんだろうな、こう変わりぐらいだろうが面白いと思うんだよね。25分でしょ。はい。結構。そこじゃない。そこでしたっけ。いや、いやいや、あ、そうですよ。そこ入れたんですよ。あ、そう。多分僕も本当に先輩も番内楽しんでる。なんかすごいよ、番内なんか。ウキウキしている感じ、うん、いいです、なんかちょっとバンダイの顔してるように見えるけど、ちょっとやりすぎです。いいっすやりすぎたらダメですよね、やりすぎるぐらいやんなきゃ面白くないよ、入れた意味がないよ。わかりました。何よりもこれがショックだ。白着てる時にコーヒーナポリタンですよね、よくあるパターン。でね、これはこれね、今日初めておろしたの。まあちょっと T シャツが守ってくれて、今夜の9時をね回ったとこなんだけど、実はこれからね、お中道の合わせ稽古があるんですよ。まあね、みんなのスケジュールがなかなか合わないんで、この時間から、お稽古をするわけだけども、今日は一緒に盾を組むのが茂美太夫君ということで、梅派の方なんでね、お稽古をね、彼のご両親でもある、梅時代夫さんと、三味線の方はお母さんの志陽さんのお二人にお稽古を見てもらって、なかなかねこういう機会じゃないと梅派のお嬢さんに見てもらうってこともなかなかないので、非常に楽しみですけども、では行ってまいります。すみません、お願いいたします。お願いいたします。それあの構わず入っちゃっていいですから、あの待たなくていいですから、はい、さて、いよいよね本番が近づいてきましたね。今日はねこれから、最終の
合わせると、まあ言ったらですね、組曲、それから落ちうどん、玉うさぎと、まあ、最終チェックですね、まあ、言ったら下ざらいみたいなことなのかな、うん、下ざらいプラス、師匠方に見てもらう稽古という、いずれにしても本番に向けてのいよいよ最後のお稽古となります。ここまで来ましたね、ついにね。行ってきます。よし、じゃあ。お願いいたします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 。いや、逆で、本番はそうなんだけど、今日こういう、お願いいたします。これでやるんだから、あの序幕だから、それでいいと言えばいいんだろうけど、なんかその物足りなさはあるよね。物足りないぐらいを狙ったっていう感じです、むしろ。うん、彼のコンセプトっていうのを生かしてくれる。願いに近いですけど、やっぱりみんな思いは一つで、それはまあ根本的には清本に対する、まあ、自分たちそれぞれの形の愛情っていうのを僕は感じたんで。期間でしょ、どちらかというと何かやらせちゃいけないとかが始まったでしょ。そうですね。だから僕はあの序幕の長さとかこのぐらいの聴いてる人は、あ、まだあと2曲残ってると思うんで、僕はこのぐらいいいと思うんですけどね。今とも刺激が与えられるような存在の演奏会を作れたらいいなと思ってやって、やり方が分かんないんですよ、正直な話。何をするのが正解かは分からない。で、その中で今ここ集まって話し合って自分たちで決めたっていうところにやっぱり価値があるっていうふうに僕らは思って話し合った中での、まあ、これが形だったんで、好き勝手やりたいとかそういうことではもちろんないし、 あとはやっぱりこうみんなで作るのは結構楽しかったんで、楽しかった気持ちをまずは最初に見ていただきたいっていう。でもね、そんなに楽しそうな感じはしないよ、聞いてて。あ、そうですか。今日は多分こういうシチュエーションで緊張したっていうのもあると思います。もうちょっと楽しんでやった方がいいんじゃないですか。はい、あの次の曲になる流れがなんかもうちょっとうまいこと つながっていかないかなっていう、サラサラすぎるっていうか。そうですね、うん、僕もそれは思いました。なんか同じ調子でずっといっちゃってるから、それはもうちょっとなんか工夫が欲しいなっていうか、清本の良さを中に一つでも入れて欲しかったなっていうのは、まあ、今回はしょうがないよ。最初でもなんかもうちょっとあったんですね。あったんですけど、それは結局その一番最初に、まあ、そのもちろん清本愛好家の方に向けてはちょっとやっぱり、うん、あのちょっと物足りなさは絶対になると思うんですけども、うん、まあ、だから初めて見せてた方でまず慣れたくないっていうのがあったんです最初。だけどなんかもうちょっと僕らこうやってこっち側の前の人間だから思っちゃってるかもしれない。はい、それはそう思いますね。でも、まあ、次回はそういうことも少し念頭に置いてなんかいい案をもうちょっとみんなで練り合ってほしいなっていうところかな。次回またあのこの組曲に関してはまたちょっといろいろ試行錯誤する価値があるんじゃないかなと思う。例えばその移る変わるところあるじゃないですか。なんかこうこうした方がいいとか、なんかそういうところは聞きたいです。ありますか。ね、やっぱり清本だけでやるのっていうのはやっぱり限界あるよ。やっぱりお林とかが入ればさ、その気も変わるし。あ、そうか。それと一つ言いたいのは、あの初めてやっぱ聞きに来るとしたらもっと清本の真髄みたいなのを初めから聞きたいと思うと思う。多分何が真髄なのかっていうことを俺はきちんとやっぱり清本として表現してほしいっていうのは、あくまでも初めて聞きに来る人を対象にはするんだろうけど、だからやっぱりいやそれで飽きちゃうんだったらね、もうそれは困っちゃうんだよねって話で、やっぱり
そこの抜粋の仕方にしても何にしてもやっぱりいやここはやっぱり清本の命なんだよねっていうところをもうちょっとなんかあの清本の真髄というものをね、そこはうまくこの三味関と歌舞台がこう意見を合わさないと、はい、ごめんなさい、皆さん、そんな、ちょびかえる、そんな、諦めさせるつもりで、ちょっと言ってんじゃないで、そんなに、ちょっと感じたことを、なんか言っただけなんで、本当、ドラマを見に行くようなことになるのが、悪いと思う、本当に。とてもありがたいなと思って、なんか、そうだなってちょっと噛み締めていたんですけど、なるほどって思ってたんですけど。本番当日です。さあでここにお客さんが満杯になるわけですね、うん、ちょっといろいろと最終確認をして、みんなでね舞台での音をちょっと出してみながら、開演時間を待ちたいと思います。危ないから まあ、なんか何かと駆け足でやってきましたけど、とりあえず第一歩ということで皆さんとやらせてもらえることをすごい嬉しく思っております。お口だけじゃなくてこれからの清本のためにみんなで力を合わせてやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、はい、こいけそんなんじゃないしね。本当にありがとうございました。当日は200人以上入る会場が満席でしたからね。まあもちろんその出演者みんなの努力があってのことなんだけども、ただやっぱりね、英治太夫さん、つまり尾上右近さんですよね。やっぱり右近さんの知名度、集客力っていうのはやっぱさすがですよね。実はね、そのこの YouTube でも紹介したけど、このライオンの、2週間前に、
自分が主催でコンパクトな演奏会をやったんですよ、サロンド遊亭っていう、うん、でもねやっぱ僕一人では、うん、あの30人程度でも集めるのはやっぱりやっとのことで、うん、まあまあこのライオンはさ、全部で14人メンバーいて、でその中に、エイジュライオさんも入ってるんでね、まあそれにしてもやっぱりさすがです。いやそれでね、あのこれ言い訳みたいになっちゃうんだけど、実はその、2週間前にやったサロンド遊亭、その時に来てくれたお客さんにこのライオンの告知をして、あのチケットの申し込みを受け付けようと、その当日にと思って、あのチケット申し込み書なんていうのもまで作ったんですよ。で作って、でそれを、もう袋詰めもして準備をしてたのに、この会の直前というか、それこそ言ったら袋詰めをした直後ぐらいに、ライオンの方チケット完売ですっていうお知らせが来ちゃって、まあチケット販売に関しては僕自身はあまり力になれなかったっていうのが事実なんだけども、まあでもこのライオンの情報を解禁したのが5月の頭だったからさ、でだから2週間かな、ね、2週間ぐらいで、完売しちゃったってことよね、うん、やっぱ役者さんの集客力っていうのは違うなと。でね、まあ、まあ集客力っていうことで言えば、まあ、これまでも何度か出演させてもらってるんだけど、あの松緑さん、尾上松緑さんが席亭を務めてるあの配信のトークイベント、そのサロンド遊亭の後に出演させてもらったんですよ、うん、あの配信もね本当にあの多くの人が見てくださってて、やっぱすごいなと、反響がすごいんで、なんか本当にでもそれに引き換えてね、サロンド遊亭、うんのですね、配信の方をしてるんだけども、チケットの売り上げはかなり伸び悩んでます。うん。まあということで、あの証拠もなくここでもう一回宣伝させてもらっちゃいますけど、一応6月4日まで配信はしてます。チケットは6月3日まで売ってますので。もしよろしければご覧になっていただきたいと、まあ思ってるわけですよね。はい、よろしくお願いします。まあといってもね、まあ本当にあの自分にそこまでの知名度とか集客力っていうのがないことは分かってるんだけど、うん、ただこうしてそうやってなんていうのかな、知名度集客力っていうのを持ってる役者さんたちと共演させてもらって、でその役者さん目当てでもその多くの人が見たり聞いたりしてくれている場で、そこでもう演奏でも、うん、トークの方でもとにかく今自分にできるあのベストなパフォーマンスを発揮してね、うん、少しでも多くの人の認知と人気と、獲得をしていきたいなと、じゃなきゃせっかくのこう全部チャンスですから、もう一個一個チャンスですから、うん、それはもうしていかなきゃもったいないよなって、思っているんだけども、それを20代30代の頃に自覚しているべきだったな。あの頃に自覚していれば今もう少し環境が変わってたんじゃないのかななんて思ったりもするんですけど、それこそ本当にもったいない話なんですけどね、うん、まあ、これから巻き返していくしかないよな今までの分をと思ってますんで、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。でそれで6月はあの博多座に出演させてもらってます。で19日までの、公演なんですけど、後半は盾も引かせてもらうんでね、うん、それこそ役者さん目当てで来るお客さんがほとんどだと思うんですよ歌舞伎は、うん、まあ、そういう歌舞伎の舞台なんだけども、さっきの話じゃないけどね、そこで自分にできるベストを尽くしてですね、何人かでも、こっちに向いてもらえるように
ちょっとでも興味を持ってもらえるように、頑張ります。で、楽しんできます。はい。